オクチャーブリスカやレボリューツィアは、ソ連で建造された、軽巡洋艦である。ロシア語で、10月革命という意味の艦名は、大祖国戦争中に活躍した戦艦から受け継がれた。1956年に取られた、モロトフスク時代の本艦オクチャーブリスカやレボリューツィアは、68、ビズ号計画型軽巡洋艦の11番艦として、計画された。当初の艦名は、 モロトフスクであった。これは、本館の建造されたセベロドビンスクの当時の名称である。1952年7月15日にこの町の第402造船工場で寄港。翌1953年9月25日には、ソ連海軍に編入された。1954年5月25日には、浸水。12月18日に竣工北方艦隊に配備された。 1956年8月3日から7日の間には、ノルウェーのオスロを訪問した。その後、8月8日から12日にかけては、スウェーデンのヨーテボリを訪問した。1957年に、町の名前が解消されたのに伴い、巡洋艦モロトフスクも、同年8月3日付で、オクチャーブリスカやレボリューツィアと感銘を改められた。その後、 同年8月30日から9月3日にかけてオスローを再訪問し、ヨーテボリへもまた1958年9月8日から12日にかけて再訪問した。1960年12月16日には所属外があり、二重赤旗受賞バルト艦隊へ移籍した。1961年3月27日には戦列を離脱し、クローンシュタットにて、 保管状態に入れられた。しかしながら、1966年、1968年11月16日から1969年12月25日にかけては、クロンシュタットでオーバーホールを受けた。1970年5月8日から13日の、間は、フランスのシェルブールを訪問した。翌1971年8月17日から22日に、 かけては、デンマークのコーペンハーゲンを訪問した。1973年2月から1976年12月の間には、68英語計画に従い、セバストーポリのセブモルザボートにて近代化改修を受けた。これにより、オクチャブリスカやレボリューツィアには、新しい広角機関砲、コンプレックス AK-230 と、新しい電子装備が偽装された。 1970年代初頭には中東戦争に関連する実戦任務についた。1970年7月17日から23日と1972年9月25日から10月1日の間はシリアに対する軍事支援任務を遂行した。1971年5月17日から6月25日と7月5日から9日の間。 および1972年9月8日から12日の間はエジプトに対する軍事支援任務を遂行した。1978年7月20日から24日にかけてはポーランドのグディニャを訪問した。1978年10月8日から10日の間はドイツ民主共和国のロストクを訪問した。1980年6月27日から30日にかけては グディニアを再訪した。1987年9月16日には、資金資産局への引き渡しと解体、売却のため、海軍を退役した。1988年2月11日には除籍され、1988年から1990年にかけて、レニングラートのグラフトルチルメタ基地で解体された。ありがとうございます。